それでは合同ミーティング始めます。アメプラ大学の皆さん、本日は貴重な試合経験をありがとうございました。ありがとうございました。では早速具体的なアドバイスから。まだまだ瞬発性のある動きを磨けるフィールドにいると思いますので、プライオメトリクストレーニングなどの数を増やしていく。一方、簡単なアジリティやベロシティなどタスク的感覚で日常に浸透させてフィックスさせるイメージがパフォーマンスの向上につながるかなと。ヘボイ大学のみんなは、今日の勝ちを絶対に偶然の勝ちで終わらせないように。偶然は2回目からは必然に変わる。自分たちを信じて頑張っていきましょう。監督さん、はい。ちなみに歩き方についてはどのようなご指導を？歩き方、歩き方は、まあ、親が昔に、そんなの、あの歩き方にも2パターンあるじゃないですか。はいはいはい、2パターン、そうやね、確かにそうね、うちもそう、2パターンね。あの大股のやつと小股のやつはね、あのやっぱりスピードが変わってくるからね、それは言うてます。コンビニ行ってこい言うても、あの帰ってくる速さが違うもん、やっぱり、うん、なるほど、ありがとうございます。うん、はいはい、どういうことか。トレンデンブルグかデュシェンヌ、このどちらの歩き方なのかをしっかり理解した上で今後トレーニングに励んでいきましょう。なる。私からは以上です。それでは監督さん、よろしくお願いします。はい、フィードバックをスタートする。なる。なる。まずそうだね、先生の方でも、歩き方ね、言うてはったけども、座り方も何種類かあるから、意識しておいてください、はい。あとね、プラチナルメトロフラッシュトレーニング。プライオメトリックス。あ、はい、プライオ、あ、いやいや、あんのよ、プラチナルメトロフラッシュも、うん、プラチナルメトロフラッシュも、意識的に、やっていきましょう、はい。で、まあ、特にアメプラ大学のお前ら、まずはこの負けを偶然と思う。偶然は1回目から偶然。なる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 。そこを意識しながらそれぞれがやっていくな。数練習をまだまだやっていきましょう。はい、何かある人いますか？監督？なる。ね、いいですか？打撃トレーニングの時にハムストリングって意識した方がいいですか？なる。せやね、ハム。え？した方がいい。まさか知らないんですか？いや、知ってるよ。日本一を目指すチームの指導者が。知ってるよ、ハムストリング。ね、ハム。意識した方がいいです、皆さん。あ、すいません。僕ちんちょっとド忘れしちゃって、ハムストリングってどこの筋肉でした？こいつめまあ、監督もド忘れすることはあるよね。みんなみんな、あんまりそこは気にしないように。さあ練習行こう！練習！さあ行くよ！やめてください。はい。で、じゃあ練習行こうかっていいところやけども、今回はなんと、お前らにサプライズで、スペシャルゲストに来てもらおう。はい、来てくれるか？お前らもよう知っちょると思う。アメプラ野球部卒で現 NPB プロ野球選手、福岡ソットバックホームズの新人王ヒットエリザワや。お願いします、まあわざわざなシーズン中やのに、来てくれた、よろしくね。お願いします、まあ、エリザワも来たことやから、しっかりと、まあ、精神面だけじゃなくてね、技術的にもレベルアップする、プロの意識までな、プロのレベルまで、高めていけるような、そんな、合宿の練習にしていきたいと思います。やっぱな、プロの意識までやろうと思ったらね、やっぱ知識が必要やいうことで、まあ、先生今回ちょっと、勉強してきました。で、最近はね、スピンボール、強いスピンボールを投げるピッチャーがやっぱり多いから、それの対策としてお前らな、スピンボールに対しては、必ずこう上から叩け。じゃないと、ファールチップになってしまうからね。その意識。だから今回は、ゴロを打つ。ゴロを打つ。そういう練習。プロみんなやってると思うわ。な、エルザワ。いや、全部違います。全部違ったな。あ、全部違った。なる。なる。じゃあ、なしでいこう。なんやそれ。なし。はい、練習。やろう。はい、はい、はい。
おいおいよし、ちょっとお前ストップ、ちょっとですがアドバイスしやろう。そっち集合。なるなる。はいはい、まずなお前たち、お前たちの今のバッティングじゃ追い込まれた時ね、カウント2ストライク追い込まれた時に対応ができない。バッティングっちゅうのは追い込まれてからや、いい打者っていうのは追い込まれた時に技術を発揮するね、尾崎。はい、そうやろ。はい、向こうでもそうやろ。そうですね、はい、ね、一流の打者っていうのは追い込まれてからね、尾崎。はい、わかるか、お前たち。そこをしっかりと意識していかない。じゃあまず、2ストライク追い込まれた場面をみんな想定して、尾崎、はい、何待つ？僕はスクリュー待ちます。なるほど。一理ある。嘘だろー。確かにスクリュー待つことによって、あ、すいません、あの間違えました。あのアウトローの変化球待ちます。嘘だろー。まあまあ、でもスクリューっていうのも間違いではない。バカじゃん。これも実は間違いでもなくて、アウトローもそうだし、スクリューもマジマジマジ、お前らマジだ、これマジで間違いではないから、本当にあって、そういうのは意識は本当にあって、あのスクリューを待つことによってこのね、食べてるところを、わかるか、ちょっと伝わりづらいかもしれないけど、これマジ間違いではないのよ。うん、やってみる、練習練習してみましょう。ほんなスクリュー投げてみようか、投げれるやつ。ほら、じゃあやめとこう、練習ボトル。なる、練習ボトル。はいはい、打てよ。大丈夫大丈夫です。いつも誰もいないんだよ。行くか。行こう。なる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 。なんすか。いや、聖者は言えない。ランの意味教えてください。ああ、お前あれか、昨日に続いて今日も怒られたから、もう謝っても許してもらえんし、逆切れしてしまうっていう、そういうあれか。そうです。ああ、そうですよ。ていうか、はよ、ランの意味教えてくださいよ。どうぞ、お前、ハセベ呼べ。ハセベは何やっちゅうんだ、お前。すいません。お前はどう思っちょんねん。いや、こいつら本当に反省が足りてなくて。そうやない。ランをする意味や、どう思っちょんねん。すいません、僕にも分かりません。ほら、結局ないんでしょ、ランの意味なんて。早くランの意味教えてくださいよ。やる意味も教えてもらってないのに毎日走らされて、理不尽としか思えないでしょ。みんな同じ気持ちっすよ。
どうせ走らせてる間自分は楽やからとかでしょ。青川、そんなやない、ちゃんとな、理論としてランをする意味ってなんだ。だからそれを言ってくださいよ、ランの納得できる意味を教えてもらえないなら僕ら全員部活やめますから。いや、ほんまそうっすよ、意味わかんないよ。お前それっすよ、マジで意味わかんないっすよ。お前らええ加減にせえ。お前ら監督のことバカにしてんのか。監督はな、お前らのことが出したいねん、その一心でやっとんねん。ランの意味は練習後に教えてくださるって言ってたやろ。もうええ、お前ら先に走ってグラウンド戻ってろ。はい。先生のやり方は間違っちゃうか。いえ、監督にはきちんとしたランをする意味があるんですから、間違ってなんかないですよ。はずめ。はい。お前はほんまに何やと思う、ランをする。本当にすいません、僕には本当にわかりません。野球に必要なのは持久力よりも瞬発力だと思ってるので。あ、でも監督のことは一度も疑ったことはないですよ。ありがとう。はじめ。はい。もし先生がランの意味を知らんかった場合どうする？またご冗談を。その時は僕が監督のことをボコボコにしますよ。それでは、先にグラウンドに戻ってますね。長距離ランの意味、練習後に教えてくださるんですよね。楽しみにしてます。はい。失礼します。どうしよう。おいい太さ、いい厚み。基本これですか、唐揚げとかは。なんでな、お前ら、そのままあらへんよ。やっぱこうやってな、あの精神料理食べないか、マッチな。日本で心を強くしていきたいなら精神料理わかるか。うん、先生はそうやって心を育ててるよ。食事から精神料理をしっかりと蓄えていく、うん、お前そもそもあれやろ、日本語の間違いしたわけや。試合会場間違えるなんてな。それじゃダメ。そういう時はこうやって成人料理食べる。先生みたいにこうやって成人料理食べてたら日本語の間違いしないもん。わかるか？意識しろ。食べ。美味しいよ。うん。美味しい。パリパリ。美味しい。精進料理ですね。バル。はい、はい、集合出せる。なるなるなる。集合。はいはい。なんなんこれ。説明してくれ。俺に。
わかるよ。舐めとんの？いや。舐めとる練習。舐めとるしか覚えへん。今日の練習。なる。え？何これ？どういう状況？今チーム。まあ。何して？素振りします。あのや。なんでこんなにも声が出てん。おや？え？おや？前回の練習試合でね、声で押されたんちゃうの、お前ら。なんか同じミスを繰り返す。おや？おや？グラウンドもらったら終わり？悔しさ。誰か説明してくれ。どういう状況やろ？言わせない。おかしいやね。なんでそんなお前らみたいなや。すぐ緩んで大事なことを忘れて、なんか言わせる。試合やノーで戦いや。腹から声出してやらんけ。なあ、お前、なんかやらせる。なんか言わせる。どないして先生はじゃあお前らに勝負を勝たしてやったらいい。勝ちたいです言うから、こんな腹から声出してる。監督、なんや今日って。ここの試験があって学校から声出し禁止って言われてる日じゃなかったっけ。はい。え、違いましたっけ。いや、なんかそうやった気するんですけど、どうですかね。あれ、なんか間違ってます、僕たち。あれ、どうなんだろう。なんか確か学校から声出しはするなと。あれ、おかしいなぁ、なんか。どういうことですかね、監督さん。なる。あれ、すいません。どうしたいんでしょう、僕たち。なる。監督さん。なる。あれ、俺ら間違ってる。あれ、忘れて聞いたよな。あれ知ってるよ。はい、知ってるよ。だから、声は。いや、だから先生はそういうこと言ってるやないよ。え、あのな、お前らまだわからん。声っちゅうのはな、無音でも出せんねん。バカじゃん、バカじゃん、バカじゃん、バカじゃん。なる、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 声っちゅうのは無音で出せるわけ。強いチームやっちゃるよ。声出すより何もこう声を出すことやん。どうで無音でも声を出すプレーってのができるわけ。それができちょらんか。分かっちゃるよ。そら試験に迷惑かけたわけけど、今のお前たちじゃ勝てない。なる。分かる。もっぺんそこをね、気合入れ直せ。なる、なる。 OK、 はい、戻れ、戻れ。はい。